練習チャンネル。はい、練習チャンネルウェモクです。イラです。みさきです。こんにちは、ハです。お邪魔します。よろしくお願いします。僕すごい前に出てるんですけど、そうなんですよ。2年ぐらい前なんですけど。2年半前です。いいんですかね、また出してもらって。はい。あの頃からのちょっと情報のアップデートといただければと思っておりますので。もうだいぶ力つけましたので、何聞いていただいても大丈夫です。本当ですか？よろしくお願いします。はい、お願いします。まず、早速なんですけど、2年半前はですね、確かアドセンスと広告収益等を含めて4000万だというお話が、はい。そんな低い数字言ってました、僕。え、嘘でしょ？確かに20本ぐらい案件やって、アドセンスが6000万再生で、4000万ぐらいかな、月商みたいな話をされてたんですよ、はいはい。今の話聞いたらだいぶうざいやつですよね。いや、すげえなって思って聞いてますよ。結論から言うと、そんなに変わってないです。あと、これがひどくなりました。多分、案件の本数だけで言ったら、当時が一番やってるんですよ。多分、YouTuber が増えすぎちゃってて、当時芸能人のチャンネルとかほとんどないじゃないですか。ほぼ案件が芸能人の人とかいろんなところに行っちゃうんで、めちゃくちゃ案件取りまくってる僕で、やっとギリギリちょっと取れるぐらいで。そうなんですか。そうですね、本数減っても単価が上がってるんで、はいはい、10本でもこっちは5本でも同じぐらい金額いっちゃうみたいなとこあるんですけど、はい、あんまり変わってないですよね。そうなんですね。それこそ少し前に毎日更新をやめるという話があったと思うんですけど、はい、ああいう毎日更新をやめたことによって、はい、結構収益の変動とかっていうのはやっぱり起こりましたか？ありますね。諸説あるんですけど、週7を5ぐらいにしたらそんなに変わんないとか、はい、7から6にしたら収益上がるっていう人もいるんですよ。はい、多分1本あたりの再生数が伸びるんでレア感が出るじゃないですか。ただ1週間さすがに休みすぎなんですけど、ちょっと僕らその動画の質にこだわり出したんで、後で回収するしかないかなってところですね。あとこれも聞いていいのか分かんないですけど、はい、以前出ていただいた後から、ええ、チャンネルがバンされたじゃないですか。確かにそうですよね。その時確か動画でバンはめっちゃ気をつけてるっておっしゃってて、その少し後にバンされてるって思ったんですよ。それ本当に僕ですか？バンは気をつけてるんですからね。あの時ってどうだったんですか？後付けなんですけど、はい、あの時って結論誰もルール分かんないんで、はいはい、あれでいいと思ってやってたわけで、あの時の僕を見てお前そろそろやばいなんか言ってる人一人もいなかったんで、はい、もちろん Google とか YouTube はそういうふうに思ってたかもしれないですけど、それ以外の人間で言ってる人間なんか一人もいないんで、結果あそこがダメだったんだっていう基準ですよね。今だったらやらないですか？やっぱりもうやらないというか、よくよく見たら結構違反してたんですよね。16億再生ぐらいしてたんですよ、前のチャンネルが。そのうちの 70% ぐらいは収益対象障害というか、 Google 的にコンプライ NG だったんじゃないかっていう裸なんで。あ、なるほどですね。結構な数がやっぱ NG というか、ダメですよね、水着のことこいつは。変わんないですよ、僕の。人格も多分アウトだと思います。あ、人格ね、やりますね。あれもアウトですよね。あれバンされて収益とか、それこそラファエルさんご自身の稼ぎにめちゃめちゃ影響あったんじゃないですか？確かにあったんですけど、あのバンがきっかけで初めて LINE のトップニュースになったりとか、社会的にちゃんと認知されるようになったんで、あそこからの巻き返しがすごかったんで、うん、あれまでって僕のこと知らない人結構多くて、 YouTube 見てる人だけラファエルと知ってたけど、見てない普通の大人とか経済人でも知ってるってのはあれ以降なんで。へー。あれ以降お付き合いがめちゃくちゃ増えました。そんなまさかポジティブなニュースに変わってるとは思いません。実は演出なんじゃないかっていう記事もあるぐらいなんですよ。そのぐらいだいぶ上がりました本当に。マスメディアに出たのもそれ以降からだったんですか？そうですね。本当に注目されたのはあそこですね。追い風がすごかったですね。でもそこからまた戻って今また月商4000万と。そうです。結果変わらないですね。夢はありますね。バランスをこういろいろ保ちながらお金とか案件とかってやってましたけど、それを維持しながらやりたいこともできるようになったって感じですかね、うんうん、ストレスとか減りましたね。企業の単価が上がってるっていうのはなんでなんですか、ね、僕のシンプルに影響力的に単価が上がるっていう、企業の単価が上がるってことですね。前だったらじゃあ1本400万だったら、今だったらじゃあ500万700万とかっていうだけの話です、はい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 。これも以前の動画でおっしゃったんですけど、 YouTube 以外に会社を3社ぐらいコンサルとアプリ開発。何やってたんだろう。今はもっとやってますよ。アプリ開発2社とコンサルを1社やってるっていう話だったんですよ。今やってるのは、そうか、やってるって言っちゃダメなんか。やってるって言っちゃダメなやつもあるんですか？ややこしいんですよね。はいはいはい。関わってるので言うと、例えばライブ配信の事業とかめちゃくちゃ大きいですし、あとはホワイトニング、最近だったら岡田結一さんとかが年間モデルやってくださったんですが、あそこも僕の会社ですし、うんうん、コンサルは必ずやってますね。あと趣味でジュエリーやったりとか、うんはいはいはい、そういうのはありますけど、会社増えましたね。ってことはですけど、結構稼ぎ以前から。そうですね。だって以前の話はそれ YouTube だけの話ですよね。ですです。今の話もそうですけど、はい、それ以外って別じゃないですか。それ入れちゃったら話変わってくるんで。ちょっとおいくらですか？数えたことないですね僕。え？でも何人かでやってるし、別にお金取ってない会社もあるんですよ。会社はめちゃくちゃ規模でかいですけど、別にお金わざわざ取らなくていいじゃないですか。考えたことないですけどね。全体のその収入で言うと YouTube はどのぐらいになるんですか、割合としては。やらしいっすよねでもね。NC チャンネルだ、ね、ちょっとやらしいっすよね。あ、これ年収チャンネルだ。そうなんですよ。勘違いしましたね。キャバクラの PR かなと思ったね。こんなとこ出てるんで。お金の話
してないです。でもどうなんですかね、数字はちゃんと言えないんですけど、はいはい、YouTube ラファエルとして関わってる活動ですね、 SNS も含めて、じゃあ4000ぐらいですとするじゃないですか。それで言うとさっき言った大きな二軸とかはまだ全然ありますね。あと売り上げです、僕の個人収入じゃないです。 YouTube は全然一番ではないです。3ぐらいだと思います。下手したら4ぐらいですね。すごい規模になってますね。まあ、でも何人かでやってる会社もありますし、売り上げの話なんで、うん、YouTube のすごいのはほとんどが利益なんで、うん、ほぼそれが自分の収入って言っても過言ではないぐらいなんで、 YouTube のじゃあ1000万とか2000万3000万4000万って大きいんですよね。以前もう出ていただいた時我々も多分数千人とかだったのがようやく3年で15万ぐらいまで来たんですよ、うん、そんなになったんですか。今ようやくここまで来たんで3年で15万ですよ。でもすごいっすよ。だってここのチャンネルって見たい人が見るチャンネルじゃないですか、はい、ひろゆきさんのチャンネルとか中田さんのチャンネルみたいなチャンネルに等しいと思うんですよね。その15万人って言ったらすごいですよね。でももうちょっと伸ばしたいんですけど、どうしたらいいですかっていう、まさかのラファエルさんにご相談させていただきたいっていうのがでもっと水着のビジョン出しましょうよ。最近ちょっと減ってたんですよ。でも心理的に効果はすごいありますよね。サラリーマン長かったんですけど、会議とかするときにやっぱプレゼンとかするんですよ、何百人社員いる中で、うん、会議でつまんないじゃないですか、はいはいはい、そういう時にみんな集中して聞かすためにはやっぱりビジョンを MC で置くっていうのは絶対やってましたね。みんな集中して聞くんですよ。そういう心理効果あるんで、だっておじさん3人喋ってもつまんないですよね。花が本当にないですよね。じゃあ間違ってないですね、この路線は。全然間違ってないですね。水着じゃなくても大丈夫ですよ。服着てればいいですか。別に服着て、はい、ちょっとやりすぎですね。あと YouTuber の方のセカンドキャリアみたいな話とかをちょっと聞きたいなと思ってて、はい、ラファエルさんとかだって今会社を経営されてらっしゃるので、はい、たとえ YouTuber がじゃあなくなりましたってなったとしても多分大丈夫かなと思うんですよ、はい、他の人ってどうされてらっしゃるんですか。よく聞くのはこれまあ噂レベルなんで、はい、僕の独り言だと思ってもらえればいいんですけど、例えば某大手事務所さんだったらそもそも副業がダメだったりっていうふうに僕は聞いてるんですよ。やるんだったらじゃあ事務所と一緒に鉄板でやらないとダメとか、事務所挟まないとダメ、それはそうですよね、タレントなんで。ルール的にもそうですし、本人のモチベーションとか知識的にもやってない人が多いイメージなんで、うん、YouTube なかったらまあ終わりですよね。終わるんですかやっぱっていう人が僕は多いと思いますけどね。それはでもタレントさんもそうじゃないですか。結構タレントさんでも実はこの飲食店やってるとかバーやってるとか不動産持ってるって人って本当 CD が売れてる時代の時のタレントさんとかはよく聞きますけど、今の世代の人で副業やってる人あんまり結構聞いたことないですね。なるほどですね。ラファエルさんは今後どうされるんですか。最近だから YouTube が結構ストレスじゃなくなったんで楽しくなってきたんで、やれる分やっていきたいかなっていう感じですけど、うんうん、SNS はじゃあまだまだ YouTube 一本で。そうですね、自分がやってる会社があれからいっぱい増えたんですけど、全部やっぱりラファエルありきでうまくいってるのは事実なんですよ、うんうん、あ、そうなんですか。ただラファエルが潰れても潰れない会社もあるんですよね。ただ、うんうん、ラファエルがいなかったらここまで行ってないっていうスタートダッシュが、うんうん、っていう会社確かにあるんで、うんうん、僕が YouTube 配信しなくてもラファエルとしての影響力は何かしらこのインターネット上では残さないとダメっていうか、まあ、それの方が有利なので、はいはいはい、僕がめちゃくちゃ IQ が高くてやった仕事が当たったとかではなくて、ラファエルがやるからうまくいったっていう仕事ばっかりなんで、影響力落としちゃダメだなと思いましたね。なるほど。じゃあもう今後もずっと動画を更新して、動画なのかインスタなのか、うん、何か他のプラットフォームなのか、ライブ配信でもいいですし、なるほど、何でもいいんで。チャンネルで言うとここまで行きたいみたいな、そういう目標はあるんですか。登録数とかで言うと上がれば上がるほどいいんですけど、うん、チャンネル登録数が多すぎて再生数が少ないの惨めじゃないですか、うん、別にチャンネルはそのままでいいかなって、まあ、平均再生数上がればいいかな。あとはここのチャンネルみたいに中身が濃い視聴者はやっぱ欲しいですよね。1万再生しかなくても1万人全員動いてくれるようなチャンネルはここだと思うんですよ、うん、僕のチャンネルだったら10万再生されても10万人動かないと思うんですよね。そこの中身が違うんで、そういう意味ではこういったチャンネルの視聴者層を目指せるのは一番いいかもしれないですね。楽ですよね、その方が。そうかもしれないですね。全員が言うこと聞いてくれるんで、で見たいと思って見てくれてるわけじゃないですか、うん、それはいいですよね。やってて気持ちいいと思うんですけどね。今そんなお金をお持ちで何に使われてるんですか。でも女ですよ。あ、でもちょっと変わりましたね。2年半前で変わりましたよ、ね、前は私生活は地味地味ですよみたいなことをしちゃったちょっと待って、めちゃくちゃ惹かれました今何も変わらないです僕本当に。確かに2年半前にラファエルさんと関係を持った女の子 DM 募集ってやっても来なかったんですよね。なんてじゃねえなんか。違います、これは僕らがやったんじゃなくて、ラファエルさんがやってもいいっすよってやったんですよ。来ないでしょ。だって聞いたことあります。聞いたことないですよね。ないですね。ないんですよ。とんでもない口止めをしてるんですか、もしかして。他の YouTuber の方はちょいちょい耳にするんですけど、僕も聞きますもん。ラファエルさんはあんま聞かないですね。あんまだ、本当ないんですよ。持ってきたら本当に100万円払いますよ。マジですか。僕その子と持ってきた人に100万円ずつ払います。じゃあ絶対ないですもん。じゃあ DM ください。
再びないものはないですね。そうなんですか。じゃあもう貯蓄たまる一方じゃないですか。趣味でワインだったりとか、はい、そういうのやってるんで、ワインとかまあ結構お金かかる趣味なんで、そのレベルまで行った人がどこにお金を使うのかっていうのはやっぱりすごい気になるんですよ、うん、モチベーション気になりますね。最近僕思ったんですけど、うん、モチベーション高くて頑張るぞっていうのはもちろんそういう時代もあったし、うん、今もおそらくそうなんですよ。でも頑張るぞって僕冷静に考えておかしい言葉だと思ってて、好きでやってたら頑張るぞってならないというか、頑張ってること努力とか努力と思わないじゃないですか。最近別にしゃやろみたいになってないというか、よっしゃやろっておかしくないですか、やりたくないんですかっていう考え方ですかね。じゃあ別にお金とかモチベーションではもうないっすよね。特にはですよね、はい、儲かればいいかなと思いますね。お金嫌いじゃないんで、株式投資したりとかいろいろやりますけど、やりたいっていう意欲ないんで、どっちか最近趣味とかやってますね。だからもう女ですよ。やっぱ女っすよね。どこに使うんですか。本当にないです。最近はでもあの僕それこそ靴にちょっとハマったのと、葉巻とワイン、この3つですね。自分にお金を使ったのが、靴と葉巻とワインで4000万使えないじゃないですか。全部使わないですね。そもそも前だったらランボルギーニ買いましたとか、あ、まあ、でも1回乗ったら飽きるじゃないですか。ワインはでも継続的にずっとお金かかる趣味なんで、毎月何百万でかかるんで、そんなかかるもんなんですね。ずっとかかりますね。お金持ちの趣味はじゃあワインに行き着くのかな。金持ちの趣味行き着くところですか。脱税じゃないですか。ちなみにその辺どうなんすか。やらないよ。節税とかって何されてらっしゃるんですか。節税僕ないんですよ。しっかり国に貢献されてらっしゃるってことですか。結構厳しいっすよ、うち税理士。撮影部屋のクローゼット、右はインスタとかに一切載せてない経費を落としてない服、はい、左は衣装を含めインスタに載せてる服で分けてます。分けないとダメだって言われました。そうなんですか。そのぐらい厳しくやってますね。結構ガチガチですね。結構うるさいっすね、うち。後ろぐらい話とかやっぱりないっすね。でもそこまで影響力持っちゃうと後ろぐらいことできないっすよね。ないですけどね。特に2人がね、常に悪いことばっかりやってるから。いや悪いことありますって発想になるんですよね。いやないっすよ。僕らなんて悪いことしても変わるお金ビビたるもんなんで。いや僕結構稼いでる人の中で変わってるかもしれないと思ってるのは、みんな稼いでたらやっぱ税金がバカらしくなるじゃないですか、うんうん、確かにそうなんですけど、結構日本は好きなんで、そのためにじゃあ海外に行って税金じゃあ3分の1にしましたっていうのはめっちゃ嫌なんですよ。やってる人は全然応援するしいいんですけど、あんまり気にしないですね。日本ぐらいですからね、六本木とかでおじいちゃんとかおばあちゃんが夜中の手つないで歩ける国って、日本とスイスぐらいです。あとないんで、ありえないんで海外で。最近こう注目してる YouTuber とか、はい、やっと喋ってくれましたね。そういう意味では苦しくはなりますけど、ある意味本物だけ残ってくるし、そこに残れる自信あるし、 YouTuber って職業としてやってもはずべきものじゃないから、僕は好きですね、そういう状況が。年収チャンネルでは年収ガイドブックを視聴者皆さんにプレゼントしています。フリーランス向けオンラインサロンもやってます。出演者募集中。概要欄をご覧ください。